CBC ラジオ声の恋人松井ジュリナです。サポーテッドバイしめじ。この番組は着せ替えキーボードアプリしめじの提供でお送りします。皆さんこんばんは、 SKE48 の松井ジュリナです。ここからは CBC ラジオ声の恋人松井ジュリナです。サポーテッドバイしめじ。私松井ジュリナがリスナーさんと一緒に作るハートフルでスーパーでミラクルな番組です。というわけでちょっと今日はですね、最近ちょっと自分の部屋に買ったものを話したいなと思うんですけれども、あのファンの方は知ってると思うんですけど、私が小学生から使っている茶色い抱き枕がありまして、あの、まあ、その子に一応名前もついてるんですけど、まあ、小さい頃にそのお母さんがそのお仕事をしていて、こうなんだろう、一人で寂しくお家で待ってる時とかも あったんですよ。だからなんかその抱き枕をお母さんに見立てて、茶色いお母さんだからブラウンママっていう名前がついている抱き枕があるんですけど、なんかブラウンママが一人でいたらかわいそうかなと思って、最近その寝室に置くようにクマの人形を買いました。だからなんか多分こう見えて22歳にもなってだいぶ大人になったのに、まだまだ気持ちは子供なんだなって、もう赤ちゃんだなって。自分はまだまだ赤ちゃん、まだこのクマの名前つけてないんですよね。だからまたまあ決まったら皆さんにお知らせしようかなと思います。この話聞きたかったかなみんな。ちょっと大丈夫かなって心配になるんですけれども、まあこんなゆるいお話をねいっぱいしていきたいなと思います。さてこの番組ではスマートフォンの着せ替えキーボードアプリしめじのインスタグラムアカウントに今週のしめじジュリナフォトをアップしています。あ、そうですね、このしめじの写真にもあれですね、ブラウンママの写真とか載せてみようかなと思います。自分のお家にあるものを紹介とかしてももしかしたら面白いかもしれないですね。さあ皆さんもぜひアルファベットでしめじで検索してジュリナフォトをチェックしてください。 CBC ラジオ声の恋人松井ジュリナです。サポーテッドバイしめじ。それではここで先週末の CBC ラジオ夏祭り2019でのこの番組ステージの模様をお送りします。ゲストは大谷雅奈ちゃん、司会は CBC ラジオパーソナリティ酒井直人さんです。それではどうぞ。さあそれではここから、はい、私酒井直人進行のもと、はい、本日の番組公開録音ゲストの方、この方でございます。大谷雅奈さんお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。もう嬉しそう、私のファンの方たちが久しぶりに多分見たから。そうね、嬉しいと思う。久しぶりです。いやーちょっとこのお二人のトーク、はい、ちょっともう早速ちょっとね出てくると入ってくる時から、うん、ちょっと絶戦が繰り広げられてたと思うんですけど、はい、なんかジュリナさん言いたいことがあったんじゃないですか。何言いたいこと、うん、ほらあの知ってたじゃないですか。そうそうそう、なんか今日私メイクさんいなかったんですよ。自分で自メイクしてきたのに、マサナはすごいメイクさん普通引き連れて入ってきてめっちゃバッチリ決めてるじゃないですか、可愛く。この差は何だと。いや元がいいから。いやそう言うじゃん、うん、今は、うん、でも絶対締め締めと思ってるでしょ、心の中では。待って、思ってないよ。嘘だ、私そんな、だってジュリナみたいな心してないもん。どういうことよ。どういうことよ。私マサナに優しいじゃん。めっちゃ優しい。わからん。もうわかんない。ちょっともうコーナー行きません。コーナー行っちゃいましょうか。さあ今日はどんな風にこのお二人のトークここから繰り広げられていくのか、行きましょうか。まずはこちら、ジュリナのマサナに聞きたい話。さあ、今日はですね SKE48 の一期生同士で、はい、プライベートでも親友ですよね。そうですね、はい、お二人がですねお互いにこの際だからぶっちゃけて聞きたい話、質問をぶつけ合っていただきます。はい、さあ事前にお二人に考えていただきましたので、はい、後ろにも出てきます。それでは、はい、早速参りましょう。松井ジュリナさんから大谷雅奈さんへの質問。じゃじゃーん。
私の考えた番組公式キャラのこと実は好きでしょ。何この質問。早速出てきた時からなんで買ったのそのうちはって言ってたけどねえ、ちょっとジュリナちゃんもこれを聞きたかった理由教えてもらっていいですか。なんかマサナの番組でも、うん、その私のこの考えたキャラクターのキスミのことをちょっと悪く言ってたみたいな噂を聞いて、うん、でも本当は好きなんじゃないかなって。本当はうちわを持ちたいし、うんうん、タオルとかも持ちたいんじゃないかなって。それはないんだけど。すごいさっくりいくね。それはない。だけど、うん、キャラクターが好きなんじゃなくて、うん、ジュリナが考えたっていうことが好きっていうか、なんかジュリナって絵がめちゃくちゃ下手なんですよ。え？それマサナが言う？それで、うん、このこういうのになる前のなんか原画っていうんですか、はい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 、あれを見せてもらった時に、うん、それと全く同じだったんですよ。そうだよ、まんまじゃん。そうで、うんうん、すごい忠実にあれ再現してくれたんだなと思ったら感動しちゃって。そうだよ、ありがたいよね。で、え、やっぱなんかキスの中に顔描くジュリナみたいな。キスの中に顔がある、このキャラクターの名前が、うん、キスミ。キスミ、キスミとアルファベットで書いて、そう、キスミ。それは可愛いと思った。ファンの方が考えてくれたんですよ、うん、リスナーの方に募集して、ね、うん、さすがセンスいい。それはセンスがいいけど、ネーミングのセンスはいいけど、はい、絵自体はうん、ちょっとうんって感じ、ジュリナが描いたっていう事実が私は好きです。愛、もうそこに愛を感じていると、はい、なんか喜んでいいのか喜んじゃダメなのかちょっとわかんないですけど。喜んでほしい。でももうね、キスミのグッズはたくさん出ているわけですよ、うん、例えばこんなものが出ております。モニターご覧ください。あ、あ、いろいろできました。こんなにあるんだよ。いっぱいあるね。そう、コンサート並みじゃん。なんか作っていただけてね、T シャツ、タオル、IC カード用のアクリルキーホルダー高っ。私が値段決めてないから値段設定までいったらやばいっすよ。続いて大家さんからジュリナちゃんへの質問、こちら。どうやったらそんなに料理がうまくなるの。はい、さあ、マサナさん、うん、そんなにジュリナちゃんうまいの。すっごい上手で、嬉しい。お店で食べた味をそのまま表現して作ることができるんですよ。え、でお店でご飯食べてても、あ、これはこの調味料使ってるなっていうのをポンポンポンって言ってくんですよ。ですごいと思って、で私が遊びに行った時もデザートが食べたいって言ったら、じゃあティラミス作って待ってるって言って、でティラミスをチョコ味とコーヒーかな、チョコ味、普通のやつ と私の好きな抹茶味の2つをわざわざ用意しといてくれて、めちゃくちゃ美味しかったりとか、うん、なんでそんなにめっちゃ時間ないはずなのに、うん、なんでそんなうまくなる時間があるんだろうと思って。あ、なるほどね。もうベタ褒めじゃないですか、うん、嬉しいですね。料理は得意ですか。うん、得意というか好きですね、うん、なんか料理してる時間はなんか全てのことを忘れられるので、うん、それに没頭できるじゃないですか。美味しくなることだけ考えればいいから楽しいです。なるほどね。一つの作品をこう、ね、うん、料理を作っていくときにもう自分で没頭していくから、これはうまくできるんじゃないかと。でも一番はやっぱり、うん、その作る相手への愛だと思いますね。うわもうだからティラミス作って待ってるねっていうのも愛ってことですね。そう、相手の好きなものを作るっていうのがやっぱ一番楽しいし喜んでもらいたいから、だからだと思う。私ずっと思ってたんですけど、そのお嫁さんにするならジュリナがいいなっていうのは思います。嘘だ、絶対やめた方がいいよ。え、本当、うん、だって愛情がすごい伝わるし、はい、帰ったらご飯も出てくるわけじゃん。そこでしょ。絶対ご飯だけじゃん。え、逆にマサナさんね、うん、ちょっといろいろラジオの中でも、はい、ちょっと花嫁修行だなんだってお話をされてますけど、はい、マサナさん料理は。料理はまあちょっとやるんですけど、うん、最近やめました。え、でもね、最近筑前煮作ったって言ってたじゃん。え、すごいじゃん。あ、その話したくないの。え、したくない。だって今もういいイメージで終わらせたいもん。え、ちなみにその筑前煮の話聞きたいよね。絶対言った方がいいと思うよ、ね、皆さん気になりますよね、筑前煮。うん、筑前煮を作ってたんですよ。はい、で、火を飛ばさなきゃいけないじゃないですか。火を飛ばす、水を飛ばすってことなんですか。今、え、スーパーマリオかなんかになったの。あ、火を飛ばす、火を飛ばす。水を飛ばさなきゃいけない。水分をね。そう、水分を、うん、で、火をつけて置いといたんですよ、うん、そしたら火災装置が発動して、
真っ黒になっちゃって待って何をしていたの。いや筑前に作ってました。いや筑前に作ってなかなかね火災報知器ならないからね。そうなんです。でまさかが作ってて焦げないことはないです。ないんだ。絶対焦げる。食べたことある。もうあんまない。なんかクッキーもらったけど食べれなかった。えひどい。家族に食べてもらった。いや今ここで衝撃の事実も分かったところで、でも二人の愛はちゃんとね、ちゃんと二人の愛をしっかりとされてますから。そう、一緒に練習しようねって話してるんで。そうなんです。なるほどね。はい、いっぱい教えたいと思います。はい、さあ続いてもう一ついきましょうか。続いての質問こちら。大山さなちゃんから、はい、ジュリナちゃんに、なんでいつもそんなに荷物が多いの。確かにそうだね。ジュリナ荷物がとにかく多くて、メイクの道具だけでも、私はすぐほんとパッて塗れるマスカラ、ライン、眉毛とか、ほんと片手に収まるぐらいのものしか持ち歩かないんですけど、はい、ジュリナはなんかこんくらいの家庭で使うようなメイクバッグみたいなやつを、そう普通のカバンに入れてる。いつも持ってきて。え、家庭で使うようなメイクバッグっていうか、もうもはや普通にカバン、そうカバンの中に、うん、そうカバンの中にメイク道具を入れてるから、うん、絶対カバンは2個以上になっちゃいますね。3つぐらい、今日も3つぐらい持ってます、カバン。うん、え、まさかさん、今日はどのぐらい持ってますか。私、むしろ携帯と財布だけ預けて手ぶらで。え、今日はい、すごくない。帰りはその T シャツを着ていかないといけないってことですよね、だから。あ、これはちょっとスタッフさんにお預けて全然置いて帰るでしょ。で、ジュリナちゃん、なんでそんな荷物多いの、うん、なんでなんですかね。多分、私の性格的にすごい心配性、うん、ほうほうほう。だから、なんかこれ絶対後で使うよな、これも使うよな、これも使うよなって言ってカバンに入れてったら、うん、なんかいっぱいになっちゃいます。今日何入ってんの。今日なんだろう、もう思い出せないぐらい入ってる。ほんと多いんですよ。そうそうそう、うん、もうそれはもうマサナさんからしたら信じられない。信じられない。使わないやつも入れてるもんね。そう、メイク道具も使わないものも結構入ってるので、うん、そう、ただただ思いだけっていう。でも誰かに貸し上げたりとかね。あ、確かにそれもできますね、うん、結構そういうことすることもありますね。だから私、そう、一緒にどっか行くときとかは、まああれはジュリナ持ってるからいっかみたいな。確かに絶対お泊まりだとクレンジングとか持ってこないですね。絶対持ってこない。すごいね。持ってこないわけじゃない、忘れるの。わざと。わざとじゃない。でも全部揃うから、うん、忘れてもいいかなって思っちゃう。意外とマサナの方が男っぽいのかもしれないですね、うん、そういうところは。私の方が実は女っぽいのかもしれないです。なるほどね。だから多分成り立つんだと思いますね、2人が。そうかも。それもあるし、多分超軽装と超いっぱい荷物持ってるからちょうどプラマイゼロみたいになってるじゃん。そうそうそう、2人でいると、バランスが、そう、本当に取れているお二人だと思いますが、さあそろそろ最後に行きましょうかね、はい、では最後にジュリナさんから大谷さんへの質問です。なんだろう、なんでファンの皆さんが喜ぶことをしようとしないの。どういうこと。さあジュリナちゃん、うん、なんかアイドルのファンの人たちが求めてることっていろいろあるじゃないですか、うんうんうん、なんかもっと可愛いことを言ってほしいとか、そういうね、うん、そういうこととか、うん、そういうのなんか絶対嫌がるじゃん、うん、だからなんでそれをしないのかなっていう。ファンの人が求めてることをなんでしないのかなっていう。なんでいや、多分私の気持ちが向いてないから。でもさ、まだだってアイドル好きじゃんか、うん、アイドル大好き。でも私がアイドルに求めることはそういうことじゃなかったんですよ、うん、重い言葉言ってほしいとか、そういうのをアイドルに求めてたわけじゃなくて、自分がアイドルに求めるものがステージのパフォーマンスで元気よく踊ってほしいとか、なんかそういうことだったから、自分はそれをやりたかったみたいな。でも多分、ね、今日ここに来てるマサナのファンの方、多分マサナの萌えゼリフ聞きたいと思うんですよね。聞きたくないと思う。ちょっと待って、あ、めちゃめちゃ拍手起きてるじゃん。絶対聞きたいと思う。ちょっと待って、実は今日ですね、やだ偶然やだ萌えゼリフの書いたあれあります、紙があるんですよね。さあ今日は最後にジュリナさんから大谷マサナさんの萌えゼリフが聞きたいというリクエストがありましたので、今日は会場の皆さんの前で松井ジュリナちゃんの考えたマサナ萌えゼリフをやっていただきたいと思います。はい、さあこのセリフっていうのは、はい、ご自分で考えた、まあ自分が考えてたらちょっと嘘になっちゃうんですけど、はい、なんかその私の今やってるこの番組の中で
耳元彼女っていうコーナーがあるんですよ、はい、ファンの方が私に言ってほしいセリフを考えてくれるっていうのがあって、その中で一番ちょっとヤバかったよ。そんなの言わせないでよ。ヤバかったっていうのはどっちの意味でヤバかったの？もう恥ずかしかったよ。なるほど。ジェイナも言ったの？言ったんだけど、もう一番恥ずかしかったの。でも一番好評だったの。ファンの方には、ジュリナちゃんも一番恥ずかしかった、そしてファンの皆さんから好評だった、そう、それをやってほしいの。マサラさん、なんめちゃ下向いてんの？いやでもちょっと待ってください。私は最近、うん、ちょっと舞台もやったし、そうだよね、もう女優も、ね、演技の経験がある。そうだよ、女優だよ。だから今そのシチュエーション作りをしてます。おー、これシチュエーション作れるか？見せるか。じゃあとりあえず、ね、じゃあマサラさん、こちらのセリフでお願いいたします。さあマサラさん、しっかりそんな顔しないでよ。役作りをしていただいて、お芝居だと思ったらできるよ。そう、ね、確かに。そうだって、準備ができたらいけますと。はい、私が猫になればいいんですよね。なんで言っちゃうの？なんで言っちゃうの？なんで言っちゃうの？その大事なところ。二人で役作りとかお芝居と思えばって言ってたじゃん。わかりました。さあそれでは大家さん用の萌え台詞が書かれた紙ありますね。はい、あります。では会場の皆さんと一緒にカウントダウンで言っていただきましょう。いいですか？楽しみ。3、2、1でいきますよ、はい、それでは皆さんご準備お願いします。マサナさんの萌え台詞まで、せーの、3、2、1、どうぞ。皆さんこんにちにゃん、大家マサナだにゃん。にゃんって今日は楽しいにゃん。今日はありがとにゃん。これ喜んでるよ。これ何ですか？マサナさん、今お芝居の勉強されてるんですよね？はい、しました。確かに。だいぶ今台本がすごい見えてたんですけど。いつもこんな感じで舞台立てます。ちゃんと覚えてよ。さあ、ジュリナちゃんどうだった今？これ言ったの？こういう感じ、全部語尾ににゃんをつけるっていう。やったん。あ、ですよね、思った。私も今バレないなと思ったんだよね。え、なにこれは？あれ、マサラさんからジュリナちゃんに、はい、やるやる。ジュリナもこれを言ってほしいんですけど、はい、なんか私からのリクエストとして。なに今日のゲスト、マサラさんからのリクエスト、はい、何？もう甘えた感じで。オッケー。そう、すごい早い。早い、さすが。いけますか、ジュリナさん。オッケー。少し甘えた感じで。甘えた、セクシー。ほら、セクシーな感じ。セクシー、セクシー。ちょっとポーズとかも入れてやって。ちょっと待って、だってこのね、この番組のタイトルほら、はい、声の恋人ですから。出たね。ちょっとこれ持っとって。あ、僕持ちますよ。じゃあ、ごめんなさい、はい、こちら持ちましょうね。さあ、それではジュリナちゃん、いいですか？はい。先ほどの萌え台詞、マサラさんが言った萌え台詞を可愛くセクシーにやっていただきたいと思います、はい、それでは松井ジュリナちゃんの萌え台詞まで、はい、せーの、3、2、1、どうぞ。みんなこんにちにゃん、松井ジュリナだにゃん。にゃんって今日は楽しいにゃん。今日はありがとうにゃん。ちょっと待って、これですよ、これ。すごいね。すごかった。すごかった。嬉しい。こういうやつだよ、萌え台詞。見習うね。絶対絶対見習わない。絶対見習わないじゃん。いやー、ちょっとさすがさすが松井純奈の本気を見たね。やったー。どうぞ皆さん、もう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございます。すごい。でももうこの番組でしかやらないから。そうね、そうね、レアだよね、この番組でしかやらない。いやー、面白かった。すごいな。やってみます。やれんって言うね。このハードルだと絶対できないから。やめといた方がいいぜ。でも皆さん待ってる。違う、あのね、いい、あの声の恋人、松井純奈ですなのよ。坂井直人ですは違うのよ。あ、でもあの放送に乗るか分かんないですよ。なおさら。もうね、そろそろ時間なのよ。そっか、じゃあお時間でございます。ということで、CBC ラジオ夏祭り2019のジュリナ・マサナトークショーでした。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。私と大家マサナちゃん二人にとっても思い入れのある SKE48 一期生の曲です。聴いてください。SKE48 で神々の領域。聴いていただいたのは SKE48 で神々の領域でした。
それではここで、あの企画に行きたいと思います。ダジャレナンバーワングランプリ2019!ダジャレマイスターこと私松井ジュリナがリスナーさんの考えたダジャレを紹介します。私を鳴らせる主役のダジャレは誕生するのか、ダジャレナンバーワンを決める D1 グランプリです。さあ8月になりましたのでテーマが変わりますね。8月のテーマは英単語です。英単語でダジャレを送っていただきました。最後に今週のグランプリを決めちゃいます。では早速ラジオネームゆいちゃんママさんの作品、メルヘンなこのメール変ですか？いいですね。メルヘンをメールと変でダジャレにするっていう、素敵。ゆいちゃんママ結構送ってくれてますよね。ゆいちゃんママすごいな。さあ続きまして、わあこの方もよく送ってくれますね、めちゃ流すクジラさんの作品です。日曜日は早くお子さんでこれ私の好きな名古屋弁シリーズですよ。日曜日とお子さんでのサンデーってことですね。英語で日曜日はサンデーだからってこと。いやーこれもいいですね。でもね次もすごいんですよ、ラジオネームちささんの作品です。女王様がホテルにチェックイン最高。ちょっとこの、テーマ英単語めちゃくちゃいいかもしれない。この英単語は多分考えやすい、考えやすいっていうかちょっと多分ひとひねりしないと、頭をこう、ちょっと、もうちょっとさらに使わないと、ダジャレにならないことが多分多いと思うので、だからより多分面白いダジャレが生まれるんじゃないかなと思って、すごい今後に期待だなと思います。では、この中から一つ選びたいと思います。いやー難しい。じゃあ発表しますね。では、今週のグランプリの発表です。今週のグランプリは、ラジオネームちささんの女王様がホテルにチェックイン。イエーイ。いやーなんかこれはなんだろうな、なんかチェックインっていうフレーズがめっちゃ可愛いなって思ったのと、その女王様とクイーンがかかってるというところで、なんかその一応選抜総選挙で一応、ファンの皆さんからいただいてから、なんかファンの方からクイーンってなんか呼ばれることもあるんですよ。なんか、だから、まあ、そういうところも踏まえて、なんかクイーンっていうフレーズが自分すごい好きなんで、別に女王様になりたいとかじゃなくて、なんかクイーンっていうフレーズがすごい私は好きなんで、これがいいなって思いました。でもキングを探し中です。キング探し中ですはい、というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ちささんおめでとうございます。以上 D1 グランプリ2019でした。 CBC ラジオ声の恋人、松井ジュリナです。お別れの時間です。この番組ではメッセージを募集しています。私に聞かせたい話を送っていただくジュリナの聞きたい話、あなたの妄想台本を私が熱演する耳元彼女、ダジャレマイスタージュリナをうならせろ、ダジャレナンバーワングランプリ2019、各コーナーのテーマや詳しい内容は CBC ラジオの公式ホームページ、この番組声の恋人松井ジュリナですのページをチェックしてください。メッセージは番組サイトのメッセージ欄から各コーナー宛てでお待ちしています。それでは、今週のステッカー当選者は D1 グランプリのちささんです。おめでとうございます。それでは毎週恒例になっています番組間際の、番組終了間際のメール早読みコーナー、ジュリエール。誕生日や記念日、記録達成、勉強、仕事の応援などなど、おめでとうやエールが欲しいメッセージをギリギリまで紹介していきたいと思います。では行きまーす。国産、もうペンネームが言うなかった。国際単位系の、あなた、資格試験に向けて勉強始めました。一言、エールを、資格じゃなくて、丸をもらってね。ラジオネーム、ルカさん。大学卒業しました。おめでとうございます。社会人として頑張ってください。ゆずバナナさん、初めて劇場行ったよ。また行きたい。茨城から行くから貯金しなきゃ。応援してお仕事頑張ってください。ジューチューナーラブさん。ああ、就活頑張ってください。
というわけでまた来週、松井ジュリナでした。この番組は着せ替えキーボードアプリしめじの提供でお送りしました。